こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊の最新鋭艦、総竜型潜水艦11番艦となる。桜竜が2020年3月、広島の5基地を母港とし、広い日本の領海を防衛する新戦力として実戦配備を迎えることとなった。桜竜は基準排水量2950トン、水中排水量4200トン。長さ84メートル、幅 9.1 メートルと通常動力型の潜水艦としては世界でも最大規模といえる仕様となっている潜水艦だ。桜竜は同時双竜型といえ、ド10番艦までのディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池の推進方式をディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池に変える大幅な仕様変更がなされている。興味深いのは、桜竜の速力の公表値が水上で13ノット、水中で20ノットと、数値上からは推進機関の大幅な刷新刷新にもかかわらず、10番艦までの従来艦との相違が見られないことだろう。そもそも現在の日本の潜水艦という兵器の位置づけは、最重要な軍事機密に該当するものであり、その性能を単純に類推されるような正しい数値を公にすることなどありえないというのが実情だ。最新鋭艦の桜竜に止まらず、従来の双竜型でも連続潜航が可能な時間や最大潜航可能な深度等の情報は極秘事項として開示されておらず、非中の日という扱いであることがうかがえる。これは潜水艦という兵器の特性上、日本だけではなく世界的にも同様であり、桜竜で公表値の水中20ノットという速力ですら実際に発揮できる速度とは乖離があるのではないかと見る向きが多い。その理由としては、この水中速度と連続潜航可能時間が明らかであれば、当該潜水艦の行動範囲が把握されてしまうためであり、特に通常動力型潜水艦においては絶対に秘匿すべき情報だと言えよう。これは原子力推進型の潜水艦であれば、機関部分だけを見れば理論上はほぼ無限に連続航行が可能なことが明らかなためであり、また出力も強力なため、軒並み水中速力も30ノットに達すると知られている。まあ現実的には潜水艦の陸民が艦内で生活するための食料などと物資の補給が必ず必要であり、かつまた人間が狭い艦内に缶詰になることに耐える精神面の問題もあり、おのずと制限はあるだろう。話を桜竜に戻せば、鉛蓄電池に比べ出力の大きなリチウムイオン電池を採用している点を考慮すれば、10番艦までと同じ水中速力と思われず、瞬間的には原子力推進型と遜色がないのではと感じる。ただこうした点を踏まえた場合、保有する潜水艦のすべてを原子力推進型としている
アメリカやイギリスなどの優位性は明らかであり、兵器としてコストや廃棄までを度外視するならば、これに勝る機関は現状では他にないだろう。いささか飛躍した例えかもしれないが、原子力推進型とは、新世紀エヴァンゲリオンでいうところの S2 機関のようなもので、ほぼ無限のエネルギーを発生させると考えて差し支えないだろう。また、原子力推進型、通常動力型問わず、潜水艦の性能のポイントとなるのが、最大潜航深度であり、どれだけ深く潜れるかによって敵の、アクティブ・パッシブなどの各種ソナーの捕捉から逃れる可能性が、高くなると言える。これは、広い海中全体を一度に索敵することは難しいためであり、潜航深度に応じて的を絞ったソナー等の使用しかできないことを逆手に取ることで、時間の位置は知られずに敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味する。現実的には攻撃までに至らずとも、捕捉が難しい潜水艦が海中に潜んでいる可能性があるだけで、敵の水上艦艇の作戦行動を大幅に制限し、索敵に向けて敵の戦力を分散させる効力を発揮することになるだろう。オウリュウは一説には船体に使用されている素材の強度から約600メートル以上の深度への潜航が可能ではないかとも言われており、中国海軍潜水艦の同約300メートルと比べれな優位だとも言われる。ただし実際には深い太平洋と異なり、東シナ海や南シナ海などは水深が浅いため、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場をそこだと考えた場合には、オウリュウの性能はオーバースペックとの指摘もあるようだ。こうした潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられているのは静粛性であり、原子力推進型よりも構造的に優れている部分を極限まで突き詰めた末、驚異的な秘匿性を持つ艦となっている。これは先の仮想敵国である中国海軍の原子力推進型潜水艦が2018年1月に尖閣諸島沖の水上に航空・海上自衛隊の必要な追尾の前に浮上せざるを得なくなった事象とは、まさに好対照と言えよう。通常動力型潜水艦としては多くの国に輸出されているドイツの214型潜水艦やその自国使用型でも多くの騒音トラブルが発生している。事態を見れば、こと静粛性に関しては世界最高峰と考えて間違いないだろう。